一人減ってる。電池も一人減ってるよ。やだやめて。女の子かなこの48ちゃんは。昨日何で行くよ。公園に来てた子だよね。ゆきちゃん行くよ。あ名前言った。あ言った名前。名前言った。ねえ忘れてた。なんか遠く会場に行っちゃうわこれ。行くよ。なんて言ってるんだよ、ね、ミクロのレに並びながら見てる人いるよ。嘘、うん、ミクロ充電中。今日の T シャツ芸を笑いましたね。明日来てくれるんでしょ。ゆうちゃんいないよ。待ってるね。名前読みたいけど。アバターじゃない。待ってる。見たよ。待ってるね。あ出た。ローストビーフ。ローストビーフの話をするからミキはお腹をグーグー流すながら話してました。実はね、ありがとう来てくれて。なんで今日スーツだったんですか。あちょうどスタバ飲んでる。スロッチやスロッチ。なんで今日スーツだったんですか。今日何スーツだったんですか。モドあの人。みんな知ってるって。今日なんでスーツだったんですか。壁に行きます。どうぞ。いくらだよ。あ、今日もテカテカだよ。でもこれ今日ピンを刺すのなんだけど、このピンを刺すときに、スポーツのトーク会が楽しみです。嬉しいな。このピンを刺すときにいちごの、始められた。いちごのチーズケーキ。今日ね、なんかトーク会してるときに涙出てきて感動したの。そうで、なんかマスカラとかさ、アイシャドウとか崩れてさ、ここ真っ黒になってさ、恥ずかしかった。えミキやれ、ハメにして。えリカも前回ハメにしてて。えミキもろもろもろドハメに。え皆さん、あのハメにしてるなって思った時どう思ってるんですか。えでもファンの人は全然見なかった。あそうなんだ、うん、気づいてなかったっぽい。え絶対気づいてたけど気使って言わなかっただけだ。優しすぎる。うんふん、花粉症です。めっちゃ、うん、みんな言ったおとり。明日初めて会いに行くの緊張してる。待ってますね。あやっぱね、一人寂しいんだが来て。あね、でもありがとうございます。おいしい。見なかったことにしてたらってバレてたわ。そうなんだ、初見さん、うん、切ったの。こんばんは。なんで初見さんになっちゃってるの。やめて。なんか変えたのかな。やめて、やめて。髪切ったの見たいです。めっちゃ見たいです。やめて。桜ありがとうございます。綺麗だよ。嬉しい。今日はね、あ待って、テロップ入れてようとしてたの。レンズ大丈夫。ありがとうございました。マカロンじゃないんですこれ。いちご。ハーコー、ありがとう。今日楽しかった、うん、桜だ。皆さんも楽しかったですか。いた。うん、ログインし直したんだ。覚えてるに決まってるよ。ありがとうございます。新幹線。とりあえず明日楽しみにしてるので待っててね。こっちも楽しみにしてる。待ってるね。そう、今日最終回。そう、どうしよう。見たい。京都に来ないからピエン、ね、行きたいね。京都行きたいよね。めっちゃバリ行きたいね。京都普通に行く。あれでプライベートで普通に行こうかな、うん、ね、普通に参戦みたいな。勝手にもう青木のレーン作るみたいな。あり、ね、うん、あるよね。無料でさ、うん、みんな無料レーン作るの大事よ、うん、けどさ、なんかあ、卵ありがとうございます。え、もともとってさ、なんか研究生ってまとめてやったの。なんか初めはみんなで並んで、そうなんだ、お試しみたいな。すごい今じゃあありがたいことだね。目の前にミクロいるよ。絶対もうコメントで誰かわかる。だからそれよりなんでスーツなのって。愛してる愛してる。うんうん。桜ありがとうございます。あ、バイト行って。自分の次は来月のスカイエキスポなのが悔やまれる。ね、今日来てくれましたよね。
ありがとうございます。多分ねお名前聞きそびれちゃって、あのね話したいことあったんだけど眠かったけど今は眠く、こんにちは。そうそう、ツイッターを見てね話したいなって思ってたことがあるんだけど、ここで言っていいのか分かんないからまた話すね。次名前言って、うん、バナナ、バナナフラペチ、うん、ちょっと30秒ぐらいのハッシュタグ見てますからね、うん、待ってミキちゃん受ける、私服なくてスーツだったのねえそういうこと面白い、柔道着じゃなかったね。ありがとうございます。初見です本当に。あのねグッズもね京都なくてね、ネット以外で買えるのえピエンピエン買おうとしてくれるのがすごい嬉しい。子犬選手権みたいな可愛かったし面白かったよ。それは今日のトーク会でたくさんの方がそう言っていただけてとっても嬉しかったんですけど、とっても恥ずかしかったです。桃鉄一番うまいですか。うまいですよ絶対。トーク会めっちゃ楽しい。しけんさんこんにちは。今はね天一スリーです。こんにちは、初めて見ました。こんにちは、ありがとうございます。リカ好きすぎてどうしようね、充電中してよ。今日話してたじゃん。こんにちは、こんにちは。 SK48 初心者です、よろしくお願いします。私も初心者ですよ。で待ってます一緒に一緒に。けどそうやって初心者っていう方ほどなんか詳しかったりするんですよね。ね、リカちゃんこんにちは、皇帝の声でやってみてって。ワンワン、はい今言いました。ワン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 、明日初めて行く、私も行きます。明日初めての方多いで。おかえり、メイク薄いの、メイク薄いですかね。おかえり、ほぼ取れちゃったのかな。おかえり、こんにちは、こんにちは。わすごいハート黄色い、ありがとうございます。おかえり、こんにちは、こんにちは、初見さんだ、こんにちは、ありがとうございます。川を、あ、ちょ、待って、危ない、ちょ、それはリバーだやった天才キミさんのメールとどうなりましたか。ありがとうございます。やったニカちゃんの配信久々に見れて嬉しい、私も嬉しいです。東京でも天一行くのってホテルにこもります。聞いて、何聞いて、何今日さ天下一品っていう T シャツ着てる人いて、真っ黄色の、嬉しい、嬉しいとか思ったの。そしたらマジでうちらのこと知らなくて、ガチで天一好きな人が来たの。なんか運命感じるな、運命感じる。